とのコラボということで若干ちょっと緊張しておりますけど、前置き長くなりましたけど、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんお店または会社を経営もしくは、管理職としてやってらっしゃいますよね。ですよね、どうかお客様を呼び込むため元気なお店の作り方ですから、まず皆さん元気に頑張って、その笑顔素敵ですね。行きましょう、お付き合いいただきたいと思います。まず最初にですね、セミナーの時にいつもさせていただいてるんですけども、こういう絵をですね皆さんご覧になったことあるんじゃないかなというふうに思います。こちらご覧になったことある方いらっしゃいます？ありがとうございます。じゃあ黙っててくださいね。はい、ありがとうございます。これ何に見えますか？元気よく行きましょう。この絵何に見えますか？女の人ですね。おいくつぐらいですかね？25。はい、ありがとうございます。他には？皆さん女の人ですか？24、5。はい、24、5ですね。他の絵に見えた方っていらっしゃいます？はい、ですね、これは騙し絵って言いまして、今発言いただきましたように、ここずっとねほっぺたから顎のラインがあって、ちょっと若い女の人がこう後ろを振り向いているような絵に見えますよね。皆さんそういうふうにご覧になりましたよね。もう一つはですね、じゃあここをですねこう鼻にこうしてみませんか。お鼻にしてこれを顎にしてみませんか。あ、魔女ちょっとご年配の女性ですよね。まあ若い女性24、5、それからプラスまあどうですかね、50歳ぐらい60歳ぐらい足したようなおばあさんに見えますよね。黙っていただいててありがとうございました。で、これ何が言いたいかって言いますと、世の中の現象って一つのことしか起こってないんですね。一つの現象しか起こってないわけなんです。だけども見方によってはおばあさんにも見えるし若い女の子にも見えますよっていうことなんです。例えば売り上げが悪い、お客様が来てくれない、従業員が育ってくれないであるとか、いわゆるどうしてもですね、人材の面、それからまあ集客の面、まあ、いろんなことでですね我々経営者っていうのはどうしてもこのおばあさん的な見方をしてしまう。だけども意外に元気なお店であるとか、やっぱ繁盛してるお店っていうのはこの前向きな若い女の子の見方をしている経営者さんの方が多いんですよね。ですからやっぱり経営の特に店舗経営ですね、店舗接客業、これはやっぱり明るく前向きに常に考えていく、いわゆるポジティブ思考が非常にまあ大事だということだと思います。やっぱ明るいお店には明るいスタッフが集まっています。明るいスタッフのお店にはやはり明るいお客様が来ていただけます。ということで、本日はちょっといつもと違った視点で、考えていただきたいなというふうに思いますし、分かってる、そんなことはできてると、まあ、当たり前やとということではなくてですね、まあ、本当に実践されているかどうか、そんなもう無理だと言うんではなくて、まずやってみるというお気持ちをで望んでいただければと思います。で、せっかくですね今日はこうやって、10名以上の方が、何かのご縁でですねお集まりになりました。もしよろしければですねこれが閉会しまして、お互いにちょっとね名刺交換でもされてですね、お互いの、まあ、いい意味でのこうビジネスのねつながりになっていただければと思います。そういう意味ではもしかするとちょっとこう発言を求めたりとか、皆さん方のお店はどうですかっていうふうに、質問させていただくかも分かりませんけども、やっぱりお客様を呼び込むため元気なお店っていうのはやっぱり経営者が元気です。
スタッフが元気です。研修とかセミナーっていうんじゃなくて、皆さん参加型のですね、お時間にしていただければと思います。で、基本的には、こちらの前面のですね、パワーポイントを使いましてご案内させていただきますけども、ちょっとポイント的なものはこのレジュメの方にも若干記載させていただいてますので、何かポイントだなということがあれば、ちょっとメモでもしていただければ、というふうに思います。はい、じゃあですね、まず人材に関する悩みということで始めさせていただきたいと思いますけども、やはり、いろんな会社さんであるとかお店に訪問いたしますと、宮川さんやっぱりね、人が取れんのよと、採用できない、うちの会社はね、うちの業界はねっていう方がほとんどです。そしてなんかみんなね、やる気がないんよと、全然やる気がない、元気がない、特に最近の若い者何考えてるかよくわからない、で結局すぐ辞めてしまうんよと、時々すいません広島弁が入って申し訳ないです、すぐ辞めるんよと、でもこれ繰り返しじゃと、で何とかしたいとっていうですね、これね、うちの業界やからとっていうふうに皆さんおっしゃるんです。うちの業界は、うちの業界は、例えば飲食店に行きます、飲食店うちの業界は、建設業行きます、現場があるからな、しんどいんだ、きついんだって言います。ある営業の会社に行きますと、営業はきつい、外に出ていかないけん、または美容師さん行きますね、女の子が手が荒れて嫌だとすぐ辞めちゃうですね。私美容室 のコンサルタントもちょっとやらせていただきましたけども、美容学校出てですね、新入社員で入られてですね、勤務時間6時まで聞いてや、宮川さん6時になったらね、お母さんが車でね、店舗の入り口で待ってるんよって、残業なんてね、もう6時ぴったりにね、娘を連れて帰らんとね、意見言って親が言うよ、もうこういう時代よと、ということで、いろんな要因でですね、結果的に採用ができない、モチベーションが上がらないで、辞める、この繰り返しですね、この繰り返しでなんとかお店を維持しているというような状況が、これ中堅中小、それから今上場企業もそうです。私は150人規模の売上高150億の、あるユニフォームのメーカーさんのコンサルタントをずっと1年半ぐらいさせていただいてます。上場企業です。150億です。創業103年ですの超老舗です。人取れません、人応募ないです。建設業さん、今コンサルタント約1年間させていただいてます。売上倍々です。で、地盤改良の特化してる会社さんなんですね。で、その地盤改良ですから、全国の1000平方メートル以上の大きなお店の地盤をやってる会社です。特許を持ってますんで、そこの社員さんは約わずか20名です。で、お仕事の内容は現場監督なんですね。その特許技法で、いわゆる中請けっていうんですかね、元請けさんがあって、中請けさんが。で、下請けさんにお願いです。協力会社にお願いです。で、すごく売上伸びてきてます。で、東日本の震災で、多くのビルが倒壊しましたけども、そこの会社さんが施工した建物だけは無事になんともなかったっていうことで、今全国から非常に引き合いがあるんです。だけども、建設業っていうイメージで人取れない。取れないです。大手のインターネット媒体をやっては取れないですね。で、それがいわゆるコンサルタントを始めてさせていただいた、きっかけなんですけども、おかげさまで今年の2015年来年に向けての採用はですね、うまい具合にスタートし始めました。ですから今人が取れない、採用ができないっていうのは、うちは中小だからとか、うちの業界はだとかっていうのはほとんど通用しないですね。本当の超一流の誰もが知っている有名企業はたくさんの学生が来られますけども、やっぱりですね、会社の大きい小さに関係なく、今どこの企業さんもいわゆるアベノミクスで少し景気良くなり始めましたんで、企業さんも
給料を少し上げる、それから採用を増やしていくということで今一生懸命頑張っていらっしゃいますので、うちだから取れる、うちは取れないっていうことじゃなくて、元気に採用活動している会社はやっぱり比較的人が取れています。ということで、今日はまあ採用できない、それからまあモチベーションが上がらない、まあ、すぐ辞めちゃうというところの3つにポイントを絞りまして、ちょっとお時間的にね、短時間になりますので進めさせていただきたいと思います。皆さんの会社それからお店、っていうのは構成人員っていうのは今いらっしゃる社員さん、スタッフさん、それから辞めていかれるスタッフさんですね、でプラス新しいスタッフさんという構成になってきています。でいわゆる人材不足で悩まれる会社さんっていうのはどうしてもこの既存のスタッフさんが少ない、いわゆる入れ替わりが非常に激しいということですね。ですからまあ入ってもすぐ辞められる、で募集に苦しまれるということで、まず採用できないっていうところからですね、ちょっと考えていきたいと思います。正直アルバイトの採用、それからスタッフさんの採用、やっぱり厳しいなっていう感じになっていらっしゃる方、ちょっと挙手をいただけますか。はい、ありがとうございます。業界的にどういった業界、もう差し支えなければならない、ありがとうございます、はい、なかなかね、あの精肉、私スーパーやってましたんで、あのスーパーのコンサルタントもさせていただいてましたんで、非常にね、あの価値の高いお仕事なんですよね。ウォールマートさんってありますよね、全国の世界一の企業と言われているスーパーマーケットのウォールマートさん、ウォールマートの店舗の中で一番給料の高い人はブッチャーさんなんですね。あの世界で一番、今世界の売上高で一番大きなウォールマートのスーパーマーケットです。世界各国にありますけども、その一つの店舗の中で店長さんがいらっしゃったりとか、いろんな方がいらっしゃいますけども、その中で一番お給料を取っている高給取りは精肉のブッチャーさんといって、お肉をさばく方なんですね。なぜかっていうと、お肉の加工っていうのは職人さんによって値段が決まっちゃうんですよね。我々みたいな素人がお肉をさばくとですね、あの特選とかですね、すき焼き肉とできないんですよ。どうしてもですね、バラバラになっちゃうんで、そういうバラのお肉ばっかりになってしまってですね、そういう意味ではお肉の精肉の世界ってすごく職人的なね、技術が要求されるんですね。でやっぱりそういうところ、その仕事の素晴らしさっていうんですかね、その仕事がやっぱりなぜ必要か、ということで、もう一番簡単です。採用できない、スタッフ不足を解消するためにはもう採用が重要です。なかなか難しいことを申し上げますけども、辞めないスタッフを採用するのが一番です。簡単なことなんですけども、辞めないスタッフを採用する、それから皆さん方のお店の求める人材、いわゆるレベルに合った人が応募してくることが非常に大事です。で、当たり前のことなんですけども、やっぱり応募者のですね、イメージや期待を知った上で、皆さん方の会社またはお店の具体的な仕事の雰囲気とか内容とか、成長要素などをアピールすることが非常に大事だと思うんですね。よく求人広告で明るいスタッフで頑張ってますとかですね、みんなで仲良くとかですね、空いた時間にとかですね、求人書をこう見てみますと、やっぱり大体決まったワンパターンの求人告知になってきます。で応募がありません、見てみると隣の会社の方が枠が大きいとかですね、でもこの大きい枠作るとお金かかるよなと、でまた見てみると、同業者なのに時給が高い、やっぱうちは安いからなと、でよく見てみると
週に2日お好きな時間帯でどうぞって書いてある。あ、うちはせめて8時間やっぱり週3日働いてもらいたいわと。あ、ということはやっぱりダメなんやなうちはっていうふうになってしまいがちなんですけども、やっぱりですね、真実って言いますか、本当に欲しい人、本当にやってもらいたい仕事、それをいかにですね、いろんな意味、募集ですね、チラシであるとか、それからまあ求人誌であるとか、それからまあ今回こういうフェイスブックを利用してですね、ある意味こうさらけ出していくっていうところが、まあ、結果的に入ったはいいけどこんなはずじゃなかったっていうスタッフを手間暇かけて採用してしまうというケースで悩んでらっしゃる店舗さん、お店が非常に多いように思います。ちなみにですね、ある会社がですね、仕事のイメージ、これアルバイト媒体をやってらっしゃる会社さんが、アルバイトをする、またはそのスタッフを募集する上で、応募側がですねどういうイメージを持ってるかっていうのがあります。皆さんのテキストにもですね、若干掲載させていただきましたけども、例えば居酒屋さん、本日いらっしゃってますか。はい、大変そうだなと、若い人が働いてそうだなと、和気あいあいしてそうだなと、なんか、まあ、包丁とか熱いものを扱うから怖いなと、まあ、未経験でもできるなとか、コンビニスタッフ、まあ、給与が低そうだなと、まあ、未経験でもできそうだなと、というふうにいろいろなお仕事に対して求人側っていうのはどうしてもあらかじめそういう自分なりのイメージを持ってらっしゃるんですね。こういう仕事って、あ、こういう仕事なんだろうなですね。で、逆に言えばそれをきちんと教えてあげることがその思い込みを払拭してあげたりとか、もしくは思ってることに対してその求人のコピーが引っかかってくれば、まあ、意外にやってみようかな、面接に行ってみようかな、というふうになってきます。例えば銀行、証券、ちょっと硬いというイメージありますよね。なんかありませんか、そんなイメージがありますよね。銀行マン、なんか硬そうと思いますよね。でも実際そうじゃないですね。あんまりお仕事としては硬いのかもしれませんけども、お金を扱いますけども、ただ人となりとこう接してみたりとか、銀行さん の社員研修なんかもさせていただきますけども、非常に職場は和気あいあいとしてます。やっぱりもう本当に一緒です。もう仕事終わったらですね、みんなで飲みに行かれたりとか遊びに行ったりとかですねしてます。で、見てみると意外にあそこは硬そうな仕事、あそこは厳しそうってなりますけど、職場に行ってですね現場を見せていただくと、それはまあお仕事の内容で接客している姿であるとかっていうのはやっぱりそれぞれに違いますけども、まあ、一方お客様のいないこう職場に行かせていただくと結構似たり寄ったりですね、皆さんね。で、そういう部分をやっぱり、まあ金融関係は硬いんだろうなとかですね、スーパーのレジはなんか時給が低そうなんだろうなとかですね、こういうところをある程度ご理解いただいて求人に生かしていただければよろしいんじゃないかなと思いますし、実際ですね、未経験でもやってみたいお仕事、ということで、これは特にアルバイトの部分ですけども、男性にアンケートを取ってみましたら、コンビニのスタッフやってみたいなとか、まあ、塾家庭教師やってみたいなとかですね、事務、経営作業、カフェスタッフ、アミューズメントのスタッフ、イベントキャンペーンのスタッフ、結構ですね興味持ってらっしゃるんですね。で、かたやアルバイトの採用に苦労してるのもここなんです。コンビニエンスのスタッフ、塾の講師がいない、家庭教師がいない。で、事務系、事務系もなんとなくいいよね、事務はね楽そうでねっていうことで事務を応募したらたくさん人が入ってきそうよねっていう感じなんですけども、事務職の応募も今非常に厳しいです。なかなか応募ありません。なぜかっていうと、
結構やっぱりパソコンがね主流になってきて、せっかく事務をお願いするんだったらやっぱある程度のスキル持ってもらわないとねっていうことになってしまってですね、まあ事務をご希望する方が、イメージですね、なんとか楽そうとか早く帰れそうっていう部分と、結構ミスマッチが起こってまして、やってみたい仕事なのにほとんどの業種業態お仕事の内容はイコール人が企業側からすれば人が採用しにくいというね、結果が出てるんですよね。じゃあどうしたらいいかっていうと、先ほど前のページにありましたように、やっぱお店のイメージ、皆さん方の会社、皆さん方の店舗のイメージというのを一度整理をしていただいて、うちの店はこんないいところがあるよ、うちの店は、こんなことが楽しいよというのをちょっとまとめていかれたらいいんじゃないかなと思います。しかもうちの会社はうちの店舗は時給が安い給料が安いからねっていうふうに、どうしてもそっちに流れてしまうんですけども、時給が低い会社さんでもたくさんいいスタッフで辞めない会社さんたくさんあります。で、これも一つのアンケートからですけども、お給料以外で仕事に期待すること、アルバイトに期待すること、アルバイトさん自身がですね、せっかく仕事をするんならこういうことをやっぱり身につけたいというふうに思っていることがですね、一つが、まあ、人生経験ですね、まあ、職場を通じて仕事を通じて人生経験、そして仕事そのものの経験ですね。そして、まあ、社会に出るわけですから、まあ、社会人としてのマナーを身につけたいと思っていらっしゃる。そして自分自身が成長したい、せっかくねお仕事してお金もらうわけですから、お金もらうだけじゃなくて、まあ、自分自身も成長していきたい。そして、まあ、いろんな友達友人関係とか出会いに期待したりだとか、まあ、時間を活用したいとかですね、それかまあ就職のためにちょっと有利じゃないかとか、就職のために一度働く経験をしておきたいとか、というのがありますけども、大体の多くの方がですね、仕事を通じてやっぱりいろんな経験をしたいというふうに望んでいらっしゃいます。そしてまあ社会人としてのマナーであるとか、自分の成長というところにもですね、こう期待をしていらっしゃるということですね。じゃあそんな中で、今冒頭になかなか人が採用できません、モチベーションが上がりません、人が辞めていきますという繰り返し、負のスパイラルにこうなってます。でそういう中で採用していくっていうのは、やっぱりある意味仕事をしたいっていう人は、こんな仕事はどんな仕事なんだろうといろんなイメージを持っていらっしゃいます。そして仕事をするんだったらこういうことを身につけたいというふうにも思っていらっしゃいます。じゃあその中で私たちが人を採用する求人をしていく上で、私たち自身が分かっておかなければいけないことは、実際に皆さんの会社、皆さんのお店ってどんなお店ですか？そしてどんな魅力がありますか？お客様はどうしてあなたのお店を利用されるのですかっていうところを、ちょっとお時間を差し上げますので、すいません、テキストの方にですね、4ページ目ですかね、こちら、こちらにですね、ちょっと皆さん方のお仕事で、ここの1番2番3番4番ちょっと思いつくだけちょっと書いてみていただけませんか。じゃあお願いします。